好天に恵まれましたマツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日はデーゲームなわけですが、小宮山さん自身はデーゲームの方がいい悪い、ナイトゲームの方がいい悪いというのはあったんですか？早起きが苦手だったもんですから、デーゲームよりかはナイトゲームの方が好きでした。そうですか。今日は朝が苦手な小宮山さんと共にお伝えしていきます。打席には5番バッター西川。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。清水、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。追い込まれてるんで、際どいところは手を出していかないといけませんね。なるほど。さあバッター打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。ようやく均衡が破れました。この試合両チーム通じて初めての得点となります。カープ1点を先制しました。1対0。見事な一発が飛び出しました。投手の好投に応えます。カープが見事勝利を収めました。非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたのではないでしょうか。展開としては理想的でしたから、チームとしてもいい勝利だったと思います。そのいい流れで次のゲームも期待しましょう。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。